こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。議論で最も大事なこと。それが何かわかるかな魔理沙くん。魔理沙くん言うなし。自分の潔白さをなんとか理解してもらうこととか。甘いですね魔理沙くん。はい、わかった。5本。最も大事なこと、それはわずかな違和感を逃さないこと。自分の保身を最優先にする守りの姿勢ではいけないのです。自分の身を差し出さないでどうしてはびこる悪を排除できようか。なんかうちの霊夢若干中二病混じってない？言い忘れてましたが今回はエンジニアです。さてタスクを進めていく次第です。レバータスクちょっと面倒だからカメラ回そうかな。今回は8人の村でキルクール40秒だぜ。赤さんがエンジンにいるくらいで、あんまり映らないな。と思ったけど停電入ったからもうちょっと見てようかな。白さんが右、赤さんが左で、黄色さんが配線と。3人の場所が一遍に覚えられてラッキー。黄色さんがエンジンを離れて。他の人が映らないわね。アドミンガン見してるのかな。停電まだ続いているのか、結構長いわね。金庫室で黄色さんと白さんが一緒になって。紫さんがエンジンを右へ。みんなの大体の位置が分かったから、カメラとアドミンを合わせて最強のものにしていこうかしら。ふむふむ。昇降機の周りにはあまり人がいない。にしても金庫室から飛んできそうで怖いな。金庫室警戒。あっても動いたわね。それじゃ直しに。死体発見か。どうしよう、細かいところちゃんと覚えてない。バイタル前です。あ、これ私怪しくなりますね。そうですね、エレキいましたし。一応アドミン見てたんですけど、金庫室から宿舎前に移ったのは、黄色さんですか？そうです。で、エレキに2つついてて1つが診察室に移った。それが白さんでエレキのもう1つがピンクさん。最後にグレイさんがコックピットに入ってきました。それ以外は覚えてないです。ピンクさんがエレキに降りた後に左に走ってます。私も最後にちょっと見ましたけど、左には3つしかついてなかったと思うので、レオンさんは両方とも厳しいんじゃないかな。レオンさんと敵で会った後にメインで紫さん見ましたね。ピンクさんは紫さん見てないんですか？見てないですね。あれそもそもピンクさん停電の時は？停電の時はアーカイブにいました。あれ貨物にいませんでした？貨物からアーカイブに行って昇降機に入ってます。なんで貨物で直さなかったんですか？殺されるかと思ったので、アーカイブ行ったらカメラついてたので安心して直しに行ったんです。アーカイブでピンクさん見ただけ。レオンさんは貨物にいるピンクさんを見てるのにアーカイブでカメラがついているのを確認している。貨物では気づかなかったにしろ、ちょっと尻滅裂かな。私の第六感が囁いている。こいつを連れと。赤さんって弾けるんでしたっけ？診察室の周りについていた記憶があまりないのであるとしたら弁とか。でもそれよりもピンクさんの方が濃いかなと。紫さんがメインあたりにいるのは確実なのですが、いかんせん私がアドミンをちゃんと覚えていないので、仮に死体1をメインと置くなら、グレイスケールはこうなるかな。グレイさんをメインに置いてエレキに降りてるので、メインだと私がキルするのは厳しいかな。黄色さんが長いこと金庫室にいるのは知っているので、黄色さんはまずないと思ってます。その後、グレイさんの前で意気揚々とベントに入り、グレイさんインポスターだったら口封じに追いかけてキルしてきそうだな。宿舎前に2人。さすがに他の人は離れてるしあそこでキル起きたら詰められるね。直前にコミュサボなって死人はたくさん取れてるから、今金庫室から飛ばれてもまあなんとかなるだろう。停電が鳴ってるから直しに行こうか。いやそれはさすがに、って黄色さんが発見してるの？昇降機に入るところの扉の前に落ちてました。バカな。セルフしか考えられない。そもそもエンジンから登って扉前の死体の通報ボタンって光らないものなのか？いやしかし、黄色さんは初日の両方のキルに関われない位置のはず。初日のアドミンを見逃してるだけなのか？いやしかしグレイさんも左には3つしかついてなかったと。ダメだわからない。とりあえずスキップしよう。しかし幸運。かなり長い時間を使っての平和ボタンが入り。タスク勝利を収めることとなったのだ。やっぱり黄色さんはクルーだよね。感想戦にて、黄色さんは宿舎前の死体には最初は気づいていなかったと知る。紫さんは発見の直前にセキュで切られてたらしいし、金庫室からの弁当を恐れずにアドミンをちゃんと見ていたらもっと楽に勝てたかも。ま、今回伝えたかったのは、議論の些細な部分に感じる違和感に気づけると、クルーでもインポスターでも一気に相手を追い詰めることができるってことだ。覚えて帰ってね。それじゃ、今回はここまで。ご視聴ありがとうだぜ。また見てね。